釈由美子は日本の女優、元グラビアアイドル、プラチナムプロダクション所属。東京都清瀬市出身。1997年に学習院女子短期、大学在学中に漫画雑誌、週刊ヤングマガジンのミスキャンパスグランプリに選出され芸能界入りし、主にグラビアアイドルとして活動した。 1998年1月から10月まで、ワンダフルガールズに在籍。1999年7月に、石原武氏。同年10月には、マキシシングル、セカンドチャンスを、メディアリングからリリースした。2000年、第1回スイムスーツグランプリ2000フレッシュ部門、ウベコーさんキャンペーンガールに選ばれ、同年10月に、 分身ラブソングをリリースした。翌2001年には、全11回の連続テレビドラマ、生きるための情熱としての殺人で、初主演し、初めて出た映画、シュラ・ユキヒメで主演した。この、シュラ・ユキヒメは、香港のアクションスタードニー・イエンが、アクション監督を務めた作品で、シャク・ユミコは刀を使ったアクションに挑戦し、従来のアイドルイメージを払拭する演技を見せた。 同年5月には、ゼチマ米赤第一弾シングルであり、自身が作詞した楽曲、ドラマティックに恋をしておリリース。同年には、さらに第38回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞、2001年度、雑誌愛読月間イメージキャラクターを務めた。2002年、映画、ゴジラメカゴジラに主演。翌2003年には、テレビドラマ、スカイハイに主演した。 2011年1月スタートの NHK 音密808丁に出演。2012年2月、芸能武道十二期神登流の商談試験に合格、同志初段くらいとなり、黒帯を獲得する。2013年1月5日、新潟県のスキー場にて NHK で同月25日放送の首都圏スペシャルの収録中、 地震初挑戦のバックカントリースキーの最中転倒。左足関節外過骨折と左膝の人体損傷で全治2ヶ月の怪我を負うも同月7日のドラマ収録に松葉杖をつきながらも仕事に復帰している。また、レスキュー隊に救助された体験談を自身のブログで述べている。2015年10月10日にレストランなどを経営する。 実業家との婚姻届を提出し結婚したことが同月13日に報じられた。尺も自身のオフィシャルブログにて結婚した事実を報告した。2016年1月15日、第一子妊娠を報告。3月13日に挙式、披露宴。自身の38歳の誕生日にあたる6月12日に第一子男児を出産。 2016年1月10日に亡くなった父親が残した遺書に書いてあった男の子が生まれますようにという男児を授かることができなかった父親の願いを叶えることができた。2019年8月1日、トミーズアーティストカンパニーとの業務提携契約を7月31日をもって解除したことをブログで報告。同10月よりプラチナムプロダクションに移籍。 グラビアアイドルとしてデビューした1997年から2000年代を通して8冊の写真集を発売。2000年代後半頃からは、尺ビューティーや尺ビスタイルなどといった女性向け美容本の発売が増えていたものの、2012年に至って久々となる写真集、IAM、尺ユミコ写真集を発売。 デビュー15周年を記念した企画によるもので、2003年観光のカオス以来、撮影では10年ぶり、発売としては9年ぶりの水着写真集となった。2006年、株式会社ワークアウトワールドジャパンが運営するフィットネスクラブアウディのアドバイザリースタッフとなった。2010年代以降、雑誌、小悪魔アゲ派のモデルとして知られる、武藤静香のファッションブランド。 レイディから2012年よりイメージモデル起用。その活動の一環として、早速5月にファッションイベント、ガールズアワード、ガールズアワードの春夏公演に出場。自身初のファッションショーの経験となった。この年には、札幌ビールのオーストラリアワイン、イエローテールのイメージキャラクター起用もあった。第40回、エリザベス女王ハイプレゼンターのシャクユミコ。 ありがとうございます。